皆さんいらっしゃい。な一ですよ、ナンバーワン。また音声の方よろしくお願いします。音声悪ければお伝えください。はい、小谷さんいらっしゃい。ミャンボーズさんいらっしゃい。Mark, good evening. And for your country, good morning. まあ先ほどね、聖母の御子を録画してアップロードしたんですけど、見てもらいましたでしょうかね。はい、こんばんは。音声 OK、 ありがとうございます。はいはい、田口さんいらっしゃい。OK ですね。高橋さんいらっしゃい。はい、皆さんこんばんは。いつもありがとうございます。今日はですね、若干疲れております。まあ毎日ね、配信で、そちらの方で疲れてるわけじゃないんですよ。今日はね、釣りに来まして、もういつものように私釣りが好きで釣りに来まして、でトラブりました。一つ、何かというと、バッテリーが上がっちゃいまして、車のバッテリーの、ちょっとね、トンネルを抜けた時にトンネルライトをつけたんですよ。はい、スキルギターさんどうもいらっしゃい。ライトをつけて、それは構わないんだけど、釣り場に行ってそのままライトつけっぱなしで、釣りしてましたさあ帰ろうかなと思ったら、バッテリーが上がってどうにもならないんですよね。もうしょうがないから、ジェフかな、あれ呼びました。結構トラブりましたね。もうこういうずっこけなんです、僕はいつも僕はいつもこんなずっこけなんで、皆さんどうぞ親近感を持って接してくださいまあずっこけという言葉ももう古いのかな、ずっこけという言葉も古いのかもしれない。今日はね、まあ、手短にちょっと配信したいなと思ってるんですけど、毎回ね、まあ、何について話そうかなということで、毎回まあね、少しね、テーマを絞りたいと思うんですけどね。で、私も今日は何をやってもうまくいかない。じゃあ、握手しましょう。今日はね、何もやってもダメです。今日はね、メバルのチビが釣れました。メバルと、あと、グレの小さいやつかな。はい、王子さんいらっしゃい。釣りは釣れないし、バッテリーは上がるし、
良くなかったですね、今日はね。今日は何もかもついてなかったですね。はい、中村元子さんいらっしゃい。今日は手短に行きます。一つはですね、昨日のあの動画、昨日のあの配信の時に、昨日の配信の時にコメントいただいてた、誰だったかな？ちょっとね、昨日の、昨日のコメント欄のところで、倍音ね、ギターの開放弦を鳴らした時に、倍音が鳴る、これの処理についてどうやったらいいでしょうかという、コメントがあったんですよ。それについてお話ししたいなと思うということと、先生の話を聞いていると考え込んでついつい反応しそうなんですが、バッテリーなんて先生も面白いキャラですか？そうですよ。はい。まあこんなキャラですよ、僕いつも。なんかね、人によって印象があって、まあ、結構しかめ面でね、演奏してますので、うん、なんかね、ちょっと近寄りがたいというか、そういうイメージを持ってる人もいるみたいですけど、僕は結構あれですよ。ずっこけというか、ヘマばっかりです。私の人生はヘマばっかりですね。まあ、いろんなことを、いろんなミスを犯したんですけど、まあ、それはまた皆さんに、大変でした。大変でした。まあ、それは置いときましょう。それは置いときます。で、今日は、項目は、一つ、まあ、共鳴音と、それから今日ね、URL をちょっとね、たくさん貼ってます。どういうことかというと、まあ、私よりもはるかに偉い先生です。私よりもはるかに偉い、先生で、西垣先生という、西垣正信先生という先生がおいでるんですね。多分ね、フランスに住んでらっしゃるかもしれない。京都の出身の方で、私よりも少し上なんですね。私より3つか4つ、もうちょっと上かな。日本の代表的な、ギタリストですよ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。日本でも有数な、ギタリストで、僕は若い頃に、ちょっとね、ちょっと知り合うことができて、で、その後、今日ですね、メールいただきました。で、まあ、なんていうんですかね、褒めていただきましてね、私がこういう動画をやってるということで、私が、忙しくてできないことを、青木先生がやってくれてるので、助かってますみたいなね、そういう非常に光栄な、メールをいただきまして、で、早速、先生の方にお返事をして、それで、先生のね、送っていただいた URL ね、非常に教育的な URL なんですけど、それを、コピー&ペーストして、ご紹介してもよろしいでしょうかというふうにメールを送ったんですね。そしたら、どうぞ、紹介してくださいということで、今日ね、その、西垣先生の URL を貼っておきました。非常にレベルの高い先生です。一般のギターの、愛好家にとっては非常に難しい世界だと思いますね。西垣先生のこう表現してる世界っていうのは、まあギターを超えた世界なんですね。もう本当にそのオーケストラをイメージしながら演奏されてる先生じゃないかと思うんですけど、どうぞね、西垣先生の楽譜とね、楽譜と照らし合わせながら演奏を聴いてみてください。そうすると少し音楽のことが少し分かってくるかもしれませんのでね。どうぞ、まあ、西垣先生の演奏を聴いてみてください。まあ、それがご紹介が一つと、それから、今日は共鳴音に関してですね。共鳴音に関して。ギター、昨日のね、倍音の話と共通するんですね、これね。西垣先生、名前だけは存じてます。そうですね。ですね。こんばんは、よろしく、青森凛子さんいらっしゃい。今日は手短に行きますね。倍音の話です。倍音の話。いいですか。で、
先日ですね、そのギターの開放弦を鳴らした時にそれの倍音でもって、倍音でもってその音程が決まるというか音階が決まるというかその話をしましたよね。で、皆さんお気づきかもしれないですけど、一弦を弾いた時に一弦を消しても鳴ってますよね。ちょっとやってみましょう。これ一弦だけ消したんですけど、どうでしょうか。マイクでこの音を聞こえますでしょうかね。消しました。残ってます。これはなぜでしょう。皆さんわかりますね。これはね、一弦を鳴らして触っても鳴ってますよね。一弦を消しても鳴ってます。どなたかこの現象のことを何と言うでしょう。残ってますね。この残ってる音のことを何と言うでしょう。こういう現象のことを何と言うでしょう。物理的に中橋さんわかるんじゃないかな。残ってますね。もう一つ来ましょうか。2弦弾いてますよ。2弦弾きますよ。残ってますね。そうです。他の弦が共鳴していく。そうなんです。共鳴現象です。そうです。共鳴音です。共鳴するんです。なぜかというと、この6弦5弦の、はい、もちもちさんいらっしゃい。この6弦と5弦の中にはこの1弦の音が倍音として含まれてるからなんですね。残響というか、残響とはちょっとまた違う。残響ではなくて共鳴です。共振もしくは共振です。共振もただ正解です。共振してなるから共振共鳴ですよね。それはどうしてかというと、この6弦とか5弦とかの開放弦の中に実は1弦の音とか2弦の音の倍音が含まれているから、その倍音が共鳴して出てきてるんですね。これ残ってるんですよね。これも残ってます。で、3弦はですね、あまり残らないと思いますけど、ちょっとやってみましょうか。でも少し残ってますね。高い音が残ります。4弦が、ソに対して、4弦が共鳴してますね。これ聞こえますか。これは倍音が共鳴してるんですね。倍音で共鳴してる。ですから、例えばファの音があるでしょ。ファの音は共鳴音がないので残らないです。残らないです。残らないです。ミの音は残ります。消しても残ります。翔子さんいらっしゃい。ファの音は残りません。ファのシャープは若干残ります。ファのシャープは若干残ります。ソも若干残ります。ソに対しての例ですね。アホードリさんいらっしゃい。共鳴ですね。ラは当然残りますね。ラとラがありますから。シのフラットも残りませんね。シはもうかなり残ります。ドは残りません。ドは残りません。ドのシャープは若干残ります。山田さんいらっしゃい。
レの音は当然残りますね。ミのフラットは残りません。ミの音は残ります。これがまあ低音源がまあ共鳴してるわけですね。まあ逆にその低音源が高音源に共鳴することはあまりないですっていう、まあ共鳴しないことはないんですけど、ただそのほとんど聞こえませんよね。だから問題なのは高い音に対して低音源が共鳴するということですね。で、この共鳴音ですね。共鳴音はやはり邪魔です。で、気になる人には気になる。そうです、数学ですよ。これは、倍音の世界は数学ですから。数学です。こういうのは非数倍音っていうんですね。非数倍音。どんどんその分数でどんどん共鳴していくわけですけど。で、まあ、それはいいです。それはちょっと置いといて。で、この共鳴音はやはり邪魔ですよね、演奏に。で、先日の、昨日、昨晩のコメントで、質問がありました。それで、この倍音はどうしたらいいんでしょうか。この鳴る音ですね。弾いてたら鳴りますから。結構気になりますか。で、もうこれはですね、この親指でここのところを、私の場合は5弦の上に親指を乗せて、5弦の上に親指を乗せて、さらに親指の背中で6弦も触ります。ですから、親指で5弦と6弦を軽く触るんです。こういうふうに。そうすると、この2本の弦は、これで音が消されますので、残らないですよね。残らないでしょ。これ離すと、残ります。Good evening. Nice to come. こういうことです。倍音は英語で何て言うんだったかな。倍音は、ハーモナイズかな。ハーモニックトーンかな。Today's lecture is about harmonic tone. When you play is open string, then fifth string and sixth strings catch the tone.And effective. And this is problem for play. ですね。弦が発生する周波数の倍音で、倍数で発生する。そうです。その通りです。小谷さん、それで正解です。ね、ですから、まあ、それはいいです。もう、物理現象がどうっていうのは、これはもう、こちらの方に行ってしまうと、数学の勉強になってしまいますから、それはちょっと置いときましょう。で、まあ、実際にこの音をどう消すかということですね。で、消す方法はもう、親指で触るしかないです。6弦と5弦とこういうふうにする。で、4弦も本当は触りたいんですけど、4弦はなかなか、だから親指で、5弦と6弦をこういうふうに触れば消えます。もうこれしかないですね。ただ、その、親指で、例えば、こういう曲があって、親指を使う場合ですね。こういう曲が例えばあったとしたら、これはもう消しようがないですね。もうそれでも、気になる人でしたら、こういうふうに持っていって、ここで、この辺りですね。この辺りで触るしかないでしょうね。倍音はオーバートーン。オーバートーンだったですか。ありがとうございます、中橋さん。
Well, and today's lecture is about explain overtone. まあ、とにかく、この音はね、気になった方がいいです。ただ、気になってもですね、できない場合もあります。これがギターの、どうしてもね、音を消せられない。どうしても前にも質問がありましたけど、消音のことですよね。これは、ちょっと倍音とはちょっと違いますけど、共鳴音とはちょっと違いますけど、でも消音もそうです。これはまあ、実際に鳴らした音に対して消すわけですけど、で、消音しなければいけないんでしょうかということですけど、余裕がなければダメですから、余裕がなければダメですから、ある程度、そういう余裕があった時にですね、こういうふうに音を消してみてください。で、そういうふうに気になるということはすごく大事なことなんですよ。その音をね、もちろんその音程が合ってるとか合ってないとか、まあ、ある程度神経質にならないといけないポイントかもしれないです。よろしいでしょうかね、皆さんね。バイオの話。それで、共鳴音に関してね、今日はね、ちょっと楽器の話をちょっとしたいんですね。共鳴音に関して。どういうことかというとですね、まあ、これは皆さんもうギターお持ちですから、皆さんそれぞれ。ご自分のギターお持ちですから、言っても仕方ないとこもあるんですけど、ギターにはですね、非常に倍音が出やすい、もう倍音がバンバンなってしまう楽器、ギターと、倍音が抑えられてるギターがあるんです。これは、まあ、制作家の方にね、レクチャーしてもらわないといけないところなんですけど、実はギターのその制作する段階においてですね、ギターも、自体が、本来持っている固有振動数というのがあるんです。これはもう制作家の人だったら分かっていることなんですけど。で、この固有振動数もしくは、まあ、バンバン鳴ってしまう音のことをウルフトーンというんですね。ウルフトーンというんです。で、例えば、ミの音が鳴ってですね。これ倍音が取って、これ5弦が鳴ってるんです。5弦と6弦が。これがウルフトーンで、5弦と6弦がウルフトーンになってるギターはですね、通常のギターよりもはるかに、共鳴音が鳴るんです。で、こういうギターはちょっと問題なんですね。こういうギターはちょっと問題です。どういうギターかっていうのは、また皆さんに説明しますけど、ウルフトーンが非常に強いギターは、できればこれからギターを購入を考えていらっしゃる方は避けてください。どういうことかというと、非常に共鳴音を持ってるギターですね。案外そういうギターの方がいいギターと勘違いしてしまうことが多いんですね。エコーのようにワン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 なりますからね。だからそういうギターはあまりおすすめしませんけども、でも皆さんも持ってらっしゃるから、ギターを。まあそういう事例があるということだけ知っておかれたらいいと思いますね。これ、楽器を買うときの非常に基礎的なところなんですよ、これ。で、おそらくこれは楽器店の人とかね、ギターを売るか立場の人はこれがよくわかってると思う。I don't understand anymore. What of Japanese passes? He seemed kind of cute. Thank you. So sorry. I'm explaining about, only in Japanese. But if you want to ask question, please write down. Please ask me directly.Today's lesson is about overtone.
小平はいいですよ。小平はいいです。ウルフはありますけど、小平はいいですよ。面白いですよね、ウルフトーンってね。まあ楽器の持ってる固有振動数です。はじめまして、最近クラシックギターをたしなんでいるものです。バンバンウルフトーンになるので、めちゃくちゃ鳴りました。そう。あ、そういう人が出てきたね。そういう人が出てきた。よかったよかった。今日僕は話していることがあれです。その、皆さんとその、噛み合わなければね、あ、沖先生今日は何を言ってるんだろうみたいなことになると良くないので、そういう方がいるといいですね。まあこれはね、でも、そのギター演奏がどうのこうのという話じゃないですから、今日のレクチャーは。どちらかというと、ギター本体の話なので、小平いいですよ。私小平大好き。それと、小平はコストパフォーマンスですね。私はね、ひょんなことがあって、ちょっと小平の、小平さんとちょっと電話で話したことがあるんですよ、実はね。長野で作ってらっしゃってね。で、今は多分もう息子さんが作ってると思うんだけど。はい、久保さんこんばんは。とてもね、いい方でした。それで、本気になればもっといいギター作れるんだろう、みたいなこと言ってましたね。どういうことかというと、小平っていうのは、河野参加の、河野、ま、ギターがでしょ?あれの多分ね、下請けみたいな感じで作ってるんですよ。小平かアストレアスか。そうそうそう、小平とかアストレアスね。アストレアスもいいですよ。私は、まあでも小平とアストレアス、どっちがいいかというと、私は小平の方が好きですけどね。ただでもね、小平もアストレアスも、提携してますから、線引きが難しいですよ。小平をアストレアス、ラベルで売ってる場合もあるし。呼べして失礼。いや、構わないでしょ、これは。ウルフトーン気にしたことなかったので、驚きばかりです。あ、そうなんだね。ぜひネットで調べてみてください。ウルフトーンについて。やった、ポチポチ練習してこう。しかし、青木先生すごいです。自分も青木先生みたいなギター弾いちゃう。イケてる老人になりたいです。いけてますか?長野は良いギター工房多いですよ。あ、そうなんだ。そうなんですね。合板なのも理由かもしれないですが、上手くなって単板を多く使ってるギターを買いたいです。まあ、やっぱり単板の方がいいでしょう。合板ということは、合板というのはベニヤ板ということですからね。合板というのはベニヤ板なんですね。もうベニヤという言葉を聞いただけでちょっとあれでしょ?ガクッとくるでしょ?そうなんですね。小平愛用しても。小平は本当にね、良心的ですよ。良心的。いや、もう老人です、僕は。中橋さん。僕は老人ですよ。ちなみに私は長野出身です。そうですか。じゃあ長野を、アピールしてください。まあね、ちなみにだけど、日本のギターはね、本当に世界に誇るべきやっぱりブランドですよ。弾きやすいのは小平とアストリアスはどうでしょうか。小平の方が弾きやすい。アストリアスの方が少し硬いですよね。張りも強いでしょ、ちょっとアストリアスの方。で、音質もちょっと違いますよね。小平の方が、柔らかいでしょ。で、アストリアスの方が硬いですよね。でも、両方ともいいですよ。両方ともいい。とにかく、小平にしても、アストリアスにしても、あるいはヤマハにしてもね、それから、松岡って皆さん知ってます?松岡。このあたりのギターって、まあ、私たちはね、スペインのギターね、ブランド、うん、まあ、例えばこの私が持ってるラミレスとか、非常に高いギターがあるでしょ?スペインのギターと比べても、日本のギターって悪くないですよ。
日本のギターって悪くないし、私たちが自分の持ってるギターに対してまあいろいろね、もっといいギターが欲しいとか、もっといいギターが欲しいとか、いろんなこう不満があるでしょ。でも私たちが思ってるほど自分のギターにはそれほど問題はないです。どちらかというとやっぱり演奏の方に問題があって、演奏の方に問題があって、ギターの方その本体自体にはそれほど問題はないということだけ皆さんにお伝えしますね。じゃあ安いギターでもいいのかと言ったらそうでもないんだけど、ただ皆さんが思ってるほど自分のギターが良くないから演奏が悪いというふうには思わない方がいいです。アストリアスも悪くない、松岡後輩が使ってました。松岡後輩なんですか。そうです、うん。ただまあ皆さんのお持ちで問題が、もし問題があるとしたら、弾きにくいギターですね。演奏するのに非常に支障があるような弾きにくいギターですね。これは避けた方がいいでしょうね。でもほとんどギターは弾きやすいし、とにかく日本のブランドは素晴らしいです。それは言っときますね。まあギターの話はね、ギター本体の話は僕もう話し出すとキリがないので、もうそこそこでちょっと置いておくんですけど、まあギターの好きな人、ギター本体のね好きな人が多いので、私事ですが爪悩んでます。仕事で伸ばせなくなりました。切ったらいいじゃないですか。なしでいいですよ、爪なしで。リサイクルショップで買ったのと引き比べると音が全然違いました。もちもちさん、リサイクルショップで買ったのと引き比べると、リサイクルショップね、エレアコね、フルアコ、エレアコやソリッドギターを弾いてきて、初めてクラシックギターを定額給付金が出てコロナが収まったら購入予定しつつあります。そういう選択肢もあるでしょうね。松岡さんのギターを私の大学の後輩が使ってました。分かりにくくてすみません。ああなるほど、うんうん、松岡良二もいいですよ、すごくいいです。ギターを弾けば弾くほど良い音ができる、出るようになると聞いたことがあるのですが本当ですか。それはギターそのものというよりは腕が良くなるということです。その通りです。これね、皆さんね、想像してみてくださいよ。皆さん、ギターって振動しますよね、この楽器って。で、年中ね、毎日毎日弾いてるわけじゃないですか。で、それがいい振動でもって、楽器がいつもね、毎日毎日いい振動でもって響かされたらというか、響くことができたら、そのギターはどん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 良くなるのは大体想像つくでしょう。で、その逆も皆さん想像したらわかるじゃないですか。なんかこう、もう非常にこう雑に扱って、で、まあこれね、ちょっと私も、ちょっと事例でちょっと話しますけどね、中古のギターがあるでしょ。で、中古のギターっていうのは、以前に誰が持ってたかわからないわけですよね。で、すごくそのブランドのいいギターがあるんですよ。いいギターが、その中古でね、ブランドの通ったギターがあって、それがね、弾いたらね、すっごく気持ち悪い時があるんです。それはね、おそらくその、前に持ってた人が、やっぱりあまりいい弾き方をしてなかったんじゃないかと思うんですね。で、その逆もあるんです。もう本当に安くてね、そんなに材料も良くなくて、大したギターじゃないのにね、弾くとね、うわいいなというギターがあるんです、中古のギターで。そういうギターはね、多分以前に持ってた人がとてもいい弾き方をしてたんですよ。これは必ずあると思います。
まあ僕が、神経質なのもウルフがストレスになる理由かもわかりませんが、いやでも神経質なのは大いいことなんですよ。繊細で神経質なことはいいことです。引きやすさ納得です。基本深爪生活。あのね、爪に関して僕言うんですよ。あのね、爪切っちゃうでしょ。切ってなくなりますよね。爪なくたって爪で引けるんですよ。爪切っても爪当たりますから。だから爪を使ってない人の方が本当は音色が多彩なんですよ。青天の霹靂さん、青木先生こんばんは。久しぶりにコメントします。近いうちにクラシックギターを買う予定なので、さっきのお話参考になりました。ありがとうございます。まあ最近のギターでしたら、まあどのギターでも間違いないと思いますよ。フレットはヘリネックは、あのソルね。50年前に買ったギターはだいぶソリが出てたので、自前でソリを注意してみたらだいぶ弾きやすくなりました。しかも弾いてるうちに少しずつ良くなってきます。50年前に買ったギターでね、いいギターってきっとあるはず。多分大石さんのギターもいいんですよ。あのまず音が枯れてくるからね。音が枯れてくるから。枯れた音っていいんですよ。枯れた木の音っていいんです。姿勢ですが、ギターと体は近い方が良いですか？左手の指あかびをスムーズに行くので、さすが右手が弾きづらくなります。ギターと体との距離、体の角度の基本はありますか？できるだけ近い方がいいですね。特にあの、この、フィンガーボードですね。フィンガーボードと、あの、自分の顔ですね。顔が近い方がいいです。これはあの、皆さんね、あの、YouTube でトップギタリストの演奏を全部見てみてください。トップギタリストの。こういう風に弾いてるギタリストいないですよ。みんなこうですよ。顔と指が近いんです。だからもうこういう感じです。ほとんどのトップギタリストは。近いでしょ。左手の指がスムーズにいくのですが、右手が弾きづらくなります。右手が弾きづらくなる。こちらの方ね。こちらはもしかしたら、この抱え込むとかそういうことはやってませんか、高橋さんは。こうなればいいわけですからね。トラスロッドもいい加減に回しちゃうとやばそうです。トラスロッドってのはこのことでしょ。あの、フォークギターのこの回すとこでしょ。あの、これはあのクラシックギターにはないですからね。クラシックギターにはないです。爪で弾くなるほどです。そう。だから、爪をいくら深爪で切ってもね、いくら深爪で切っても爪は扱えるんですよ。ただ弾きづらくなりますけど、少し弾きづらく、でもしっかり弾くからね。自然勉強になる。僕楽ちんでしょ、これ。わかる？皆さん。僕今、ここでこうやって、あの、皆さんとお話ししてレクチャーしてるんだけど、ギターこうですよ。これ楽なんですよ、これ。足台上げてないから、これでね。こうやって話してるんです。楽でしょ、これ。確かに顔近いのは何でか気になってました。まあ力も入るし、それから集中もできますよね。左手にね。集中ができるから。今日はまあちょっとよ、いろいろレクチャーで、あの、ちょっと こっちの方の話までなっちゃいましたけど、よろしいでしょうかね、皆さんね。クラッシュギターはトラストロットはないです。あってもいいけどね。トラストロットあってもいいと思うけど、ただ、重くなりますよね。トラストロット入れたら。クラシックギターは基本的に軽い方がいいですから。どうしてかというと、ギター本体が、やっぱり、全部ならないといけないんですからね。あまりトラストロット入れると、重くなって良くないと思います。ジャズギターで、1951年製のギブソン175のヴィンテージ持ってますが、おお、すごいじゃないですか。作りのしっかりした音の深みが全く別物です。
まあね、まやん坊主さん、クラシック系の人と、それからまあ、あのフォーク系の人、まあ僕はまあ、フォーク系もやってるから、その話はよくわかるんだけど、要するに、まあ、ギブソンとか、マーチンとかね、あの辺のあのフォークギターの世界で言う、いい、悪いね、このギターがいいんですよという世界と、クラシックギターのいい、このギターがいいよというのはね、ちょっと分けて考えないといけないです。全く違う音楽の世界だと僕は思ってるので、だからその楽器の話は、なかなかね、僕は両方に足を突っ込んでるので、よくわかるんですけど、よくわかるんですけど、クラシックギターは、ちょっとね、そのあたりは少し違うんですね。まあ、だから音楽は違うから、音楽は違うので仕方ないんですけどね。まあいいでしょう。ギターの話になってきました。でも、言っときます。いいものはいい。いいものはいい。悪いものは悪い。どのジャンルであっても、どのギターであっても、いいギターはいい。悪いギターは悪い。ということですね。アコギとクラシックギターは別世界です。全く別の世界です。同じギターでも全く違うギターです。だから話が通じません。話が通じません。わかります?これはエレキギターでもそう。まあ弦もそうだしね。エレキギターだってそうですよ。まあエレキギターの人なんかは本当に凝ったらもう自分で作っちゃいますからね。エレキギターの人なんかは。で、ここのまあ電気回路とかね。まあ、そこら辺が詳しいこと詳しいこと、電気回路の。まあね、でもそこらまで行っちゃダメですよ。結局、やっぱり純粋にやっぱりギターをね、ギターテクニックを純粋にやっぱり磨くというのが、正論でね、ギター作りになっちゃったり、ギターの話ばっかり、結構多いんですよ。クラシックギターやってる人でもね。まあ、ギター本体の話ばっかり、まあ、楽しいですから、ギター、あれがいいとか悪いとか、例えば専門的な話はハウザーがいいとかブーシェがどうのとかね、ラミレスがどうのとか、ギター本体の話で延々言ってしまうんですよ。で、音楽忘れちゃいますから。だからそれよりはやっぱりギターの演奏スタイルとかね、そちらの方に行きましょうね。そうです。ミイラ取りがミイラになっちゃダメです。ミイラ取りがミイラになっちゃダメだから。さて、今日も、まあ、楽しい時間を皆さんと過ごすことができました。ありがとうございました。青木さんのラグリムが好きです。ありがとうございます。今日は、まあ、コーヒータイム。代わりに私の、聖母の御子をね、アップロードしましたので、ぜひ見てください。それと、西垣先生の素晴らしい演奏もお聴きください。西垣先生の表している音楽の世界ですね。そういうものも、垣間見るといいと思います。クラシックギターの制作キットを取り寄せて作ろうかと思ったことありますよ。中橋さんね、私の生徒にもいます。ギター作ってる人います。素晴らしいギター作ってる人がいます。はい。ギターの技術高めたい。ありがとうございました。ぼつぼつ、終了させてください。終了させてください。終わりにしましょう。ありがとうございました、皆さん。
ありがとうございました。終了しますね。また次回。おやすみなさい。